小説、白芸に使用された単語の順位、ヒ度。ド。この小説中に現れる単語のうち、およそ44%は、マトラモーニルなど、作品中にたった1回だけ現れる、ここである。また、およそ17%は、デクステラティなど、2回だけ現れるディス・レゴメノンである。ジップの法則によれば、この図に、プロットされる単語はほぼ直線上に並ぶことが、予想される。 ここ、ないし、ハッパックスレゴメノンは、コーパス言語学において、ある言語で書き記されたすべてのテキスト全体なり、特定の作家の作品群や、特定の一つのテキストの中など、一定の文脈の中で、一回だけ出現する単語である。時として、不正確な使い方として、ある作家の特定の一作品の中だけに現れる語を、その作品で複数回現れていても、 このように言うこともある。ハッパックスレゴメノンは、ギリシア語で、一度だけ言われたを意味する、パイアルファークサイラムダイプシロンガンマ、ミュウイプシロンニューニューを、ローマ字表記にしたものである。これに関連する表現として、ディスレゴメノン、トリスレゴメノン、テトラキスレゴメノンがあり、ディス、トリス、テトラキスは、それぞれに回。 三回、四回その単語が現れることを意味するが、実際に使われることは少ない。ここはごくありふれた現象であり、ジップの法則から予想されるように、コーパスに含まれる単語の出現頻度は、その頻度順位に反比例する。大規模なコーパスにおいては、すべての単語のうち、およそ40%から60%が、個語となり、10%から15%が二回しか、 現れないディスレゴメノンになるとされている。このため、アメリカ英語のコーパスであるブラウンコーパスの場合、ほぼ半数の5万語は、このコーパスの範囲内では、古語となっている。古語は、あるテキスト全体の中でその単語が出現する頻度によってのみ規定されるものであり、その成立の期限や話し言葉における普及の程度などは考慮していない。 したがって、全く記録されないことも、一定の範囲で通用することも、広く記録されることもありえ、また、それを定着させる契機となった作品の中で何度も用いられたりすることがあり得る臨時語とは異なる概念である。ありがとうございます。